どうも、こんにちは、新田です。今回は、東京都内某所よりお送りしております。ちょっと急遽、収録をしてくれということで、依頼がありましたので、ちょっと、出先で、こんな感じで、密室でやっております。ちょっと若干、音が羽織ってるかもしれませんが。今朝ですね、なでしこジャパンが、イングランドに劇的な、アディショナルタイムでの相手のオウンゴールで勝つという、勝ちまして、ついに2大会連続で、ワールドカップ決勝に進みました。で、いよいよ、日本時間の来週の月曜日の、午前8時から、キックオフということで、非常に、連敗の期待がかかるわけですが、今回、やはり劇的だったのは、やはりなんといっても、こちらのなでしこジャパンのゴールではなくてですね、相手チームの、ディフェンダーのバセット選手のですね、懸命の、クリアしたつもりのボールが、ゴールに入ってしまうというですね、私もちょっといろいろ歴代男子に加えていろいろ日本代表の、勝負どころの試合を見てきましたが、このような結末になったのは、おそらく私、あんまり記憶にないので、初めてかどうか分からないんですけど、ほとんど記憶にないものでした。で、あまりにもですね、これで勝っちゃっていいのっていう感じでですね、ネット上の反応を見ても、割とその BBC とかのですね、あるいは海外の、海外国内外のサッカーメディアのですね、バセット選手に対するイングランドの監督の、コメントがですね、非常に、載っておりまして、割と彼女の奮闘をですね、称えるものが目立っております。なかなかこういう形で幕切れっていうのはですね、なんとなく後味は悪いとは言いませんが、何かちょっとこういう形で勝ってしまっていいのかなっていう、ちょっと、やや申し訳ないような感じもして、ちょっと今回微妙な感じが、サッカーファンの反応があるっていうのもちょっと今回の特徴的だと思います。で、そうは反面ですね、ある意味なでしこが今回連覇を目指していく上で、やっぱり今回ツキがあるなっていうのも心当たりだと思うんですが、ただ私、ツキだけじゃなくて、やはり私もかつて運動部の記者でしたので、なんとなく勝因の分析っていうのはもうちょっと、テクニカルに見ていきたいなっていう部分もありまして、私、サッカーはそんなに専門で取材していたわけじゃないのであれなんですが、一つだけ今回目立つなと思ったら、初戦のオランダ戦含めてですね、非常に運動量がですね、非常になでしこジャパン優れているなと思いました。で、もう初戦のオランダ戦見ても、完全に今日のイングランドもそうですが、やはりほとんど日本チーム、運動量が目立って落ちているという感じはありません。もちろん、ここもちろん純粋に細かく勝っていくと落ちてはいると思うんですけども、やはり相手チームと比べるとですね、その辺の差がっていうのが大きく出ているのではないかと。そこはやっぱりパス回しあたり、ボール支配率が現れてくるんですが、やはり今日の、最後の場面に関してもですね、大國選手、もしバセット選手が止めてなかったら、大國選手がですね、非常に決定的な1対1の場面を作れていたのは、間違いないだと思うんですね。やはり、そこに至るのも、やはりですね、豊富な運動量があって、その積み重ねでパスワークを継続できているからというふうに見ることができるのではないかと思います。で、もう一点、そのあたりだとですね、他のメディアさんもそろそろ報道なさっていくと思うんですが、今回ですね、一つ言えるのは、トレーニングに関して、やはり今後どういう報道があるのかも私非常に注目しております。で、すでにネット上ではですね、トレーナーの方からの専門的な記事もいろいろ出ているんですが、やっぱ一つ上がっているのが、インターバルトレーニングの重要性。インターバルトレーニングというのは、運動のですね、緩急をつけて、例えば400メートルから600メートル猛ダッシュをかけた後に、また100メートル、200メートル緩やかに走って、そういうのをセットで、繰り返していくようなものなんですけども、このインターバルトレーニングなんか、割と、もうサッカーのようにですね、非常にスプリント的な動きを常時ですね、90分、やっているようなスポーツでは非常に重要になってくるトレーニングで、なんですが、このトレーニングの重要性なんかも結構今後注目が高まるのではないかと。もしなでしこが連覇したら、この辺りのところが注目されるのではないかと思います。で、最近ですね、スポーツ報道もですね、単なる勝った負けたとかですね、それから単純、いろんな戦術的な分析っていうのはですね、なかなかよく行われるんですが、やはりその根本的なですね、やっぱ体力っていうところにね、改めて私今回の大会は結構注目されるんじゃないかと。割と今回、運動量の差って非常に日本チーム非常に上がってるようなイメージがあります。このあたりの、
について、最近スポーツメディアも、例えばニュースピックスなんかは結構その、体そのものについて、スポーツビジネスとかテクノロジーとかの関連だけじゃなくて、その体そのものについての着目ということで、新しいスポーツメディアコンテンツなども出てきておりまして、そういう意味では既存のスポーツメディアとの比較も面白いんじゃないかと。今後、やっぱりネット時代になってですね、非常に多様な意見がですね、スポーツに関していろんな考察が専門家の方から、あるいはスポーツジャーナリストとかも非常に出てきておりますので、今後この辺りの動きも注目されていくと面白いのではないかと思います。